シャボンディン諸島の戦いにおいて麦わらの一味は完全崩壊を喫した。七部会バーソロミュークマによって一味は全員どこかに弾き飛ばされ、ルフィもまた三日三晩空を飛び続けた末に見知らぬ島に着地していた。そこは女系戦闘民族クジャの住む国、尿ヶ島アマゾンリリー。男子禁制のその国を滑るのは桜花七部会の一角ボア・ハンコックだった。はじめ粗暴に振る舞うルフィに敵意を抱いていたハンコックだったが、やがてルフィの大気に触れたことで心を許すようになる。そんな中重大な事件が報じられる。黒ひげマーシャル・ディ・ティーチがルフィの兄危険のエースを捕らえて新たに七部会に任じられたというのである。海軍はエースの公開処刑を決定。それを知ったルフィはエース救出を決意する。ルフィはハンコックの協力を得て大監獄インペルダウンに潜入。獄内で再会したバギーやミスター2、ミスター3などの協力を得てエースが捕らわれているという最深部レベル6を目指した。しかし独特の身の能力者である監獄所長マゼランの猛毒に敗れ、ルフィは瀕死の状態に陥ってしまう。それを救ったのはミスター2と革命軍幹部イワンコフだった。死の間際で奇跡的な復活を遂げたルフィはイワンコフ、ミスター2の協力を得てついにレベル6に到達。しかしエースはすでに海軍本部へと連行されていた。ルフィは後を追おうとするが、異変を察知したマゼランの指示によりレベル6に閉じ込められてしまう。地上へ脱する術を失ったルフィたちは万事休すかに思われたが、ここを抜けたきゃ俺を解放しろ。俺ならこの天井に穴を開けられる。どうだ麦わら。ハッ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 ハ。イワンコフの意見を受けてクロコダイルの解放に渋々同意するルフィ。さらにもう一人の男がルフィに声をかける。五将の頼みだ。わしも連れて行ってくれ。必ず役に立つ。エースさんとは彼が白ひげ海賊団に入った時からの付き合いじゃ。わしはこの戦争に反対したことでここにおる。エースさんを救いたいんじゃ。頼む。わしに死に場所をくれ。いいぞ。かたじけない。その男は桜花七部会の一人、海峡のジンベエであった。逃げるぞ。一人逃がしはせん。エースさんはもう海の上、急いでインペルダウンを脱出するんじゃ。私に任せてもらおう。俺は好きにやらせてもらうぜ。Yeah!
ない道が至る所にあってみるのよ。ネズミども、この毒を喰らえ。するわよ、クロコボール。バナータのパンダも簡単に壊せるんじゃ。っていねえのかよ。あいつはどこ行ったのよ。すぐに探して連れてくるのよな。極殺獣か。面倒なのが出てきやがった。Come on.
人たちがレベル4に入ってくるぞ。毒を使いすぎた。腹が。監視を逃れ、出口目指してコツコツと。バギーと3の大冒険、ここまで来たぜ、レベル4。何か騒がしいな、バギー。様子を見。ふん。ボス！お前か、ミスター3。使えねえカスがここで何してる。偉いのが解放されとるだね。麦わら！あ、お前ら、こんなとこにいたのか。あんたら、よくこの監獄を逃げてこれたわね。ミスター2、お前の金。囚人たちを解放すりゃ、獄内はさらに大混乱。脱獄のチャンスも急上昇だ。私の能力をもってすれば、脳の鍵を作ることなどたやすいことだがね。バナータたちは立ち止まらずに進んで、バタオシはこの先の状況を調べてくる。イワさん、アツシも行くわよ。マネマネの能力がきっと役に立つわ。この辺りにあいつがいるはずだな。兵力を増やしとくのも悪くない。さあ、脳の鍵を開けたぞ。俺たちは自由だ。何から手をつければいいかわからんが、責任問題だけは避ければ。俺は三体言っているのがわからんか。彼らは覚醒したゾーン系の能力者だ。異常なタフさと回復力が売りなのさ。
おいおい、解放してくれんのか。すまねえな、あんた。って、クロコダイル？奥の男に用がある。ここを出ようと思うんだが、少々兵力がいる。どうだ、俺と来るか、ミスターワン。付き合いましょう、あんたになら。ちょうど退屈してきたところだ。すぐにザコどもが群がってきやがる。腕はなまっちゃいねえだろうな。当然。結構だ、行くぞ。
わしは死んでも死にきれん。まだまだ。副社長、もう立たないで。死んじまいます。貴様らが海へ出て存在するだけで、庶民は愛する者を失う恐怖で夜も眠れない。か弱き人々にご安心いただくために、凶悪な犯罪者たちを閉じ込めておく。ここは地獄の大砦で、それが破れしゃこの世は恐怖のどん底じゃろうがい。出さんと言ったら一歩も出さん。やめときな。正義だ悪だと口にするのは、この世のどこを探しても答えはねえだろう。くだらねえ。貴様は黒ひげ。黒ひげ、お前が黒ひげ。ぜはははは、久しぶりだな麦わら。俺も驚いたぜ、おめえがエースの弟だったとはな。ここにいていいのか。もうすぐ始まるぞ、おめえの兄貴の公開処刑がよ。ぜはははは。エースは死なせねえ。邪魔すんならぶっ飛ばしていくだけだ。たちの前にエースが現れなかったら、本来死んでたのはおめえだ麦わら。ロゴロの巨人カラケ王の終わりだがね。こいつは俺が消す。アトミックガモン。だったら今やってみろよ。よっ、すまんな。最高のショーを見せてやるからよ。この先いくつも門があり、力押しで突破できるかしらね。問題ナッティン。あっちが所長に化けて門を開けさせてみるわよ。
れでかなり近道ができたべる。ありがとう、イワちゃん。礼なんて言わなくていいの。バナートのことは勝手ながらサポートする義理がある。同胞の息子を目の前で死なせるわけにはいかなあぶるわよ。本当はバナートの父ちゃん、革命家ドラゴンが軍を率いて動き出すとき、バター氏は再びシャワへ飛び出すつもりだったべる。でもバナータが来て状況は変わったわ。今こそ脱獄の時。何としてもインペルダウンを脱獄し、エースボーイを救出するわよ。よし、待ってろよエース、今行くぞ。安心よし、バター車がついてる。おい、あの門を開け放って。私の能力があれば足止めくらいはできる。早く行けミスター2。私は諦めが早いぞ。現場に行って様子を見てこい。
KOEI BANDAI!こんだけ集まれ十分だ。おめえらに自由を与えた俺様の名を言ってみな。キャプテンバギー、あんたは大恩人だ。何でも言ってくれ。運が向いてきたぜ。結構な玉だぜ、こいつらは。この人数で進めば脱獄も決して夢じゃねえ。さあ野郎ども、今こそが最大のチャンス。シャバの空気を吸いたけりゃ命がけで暴れ回れ。キックオフだ。うわあ、俺たちの救世主キャプテンバギー。頼むね。しもうて、これわしが一石奪ってくる。間に合ったベルね。追っ手がすぐそこまで迫ってるがね。ここから出さんぞ。
それが乗る船がまだないのよ。ヘルウィンク。どうやら間に合ったブルね。イワちゃん逃げるぞ。あれやってくれ、ウィンク。いいわよ、ヘル。行かせん。繋がっとる。ボンちゃん、おい、聞こえてんのか、ボンちゃん。お前またなんでこんなことすんだよ。あん時みたいによ。一緒に脱獄するんじゃなかったのかよ。俺、助けてもらってばっかじゃねえか。そこにいるなら返事しろよ、ボンちゃん。ミスターツー。ミスターツー、おめえってやつは。ボンボーイ、ボンちゃん、門がもう閉まる。俺たち行くよ。ありがとう。ブギチワン、必ず兄貴救ってこいや。地獄にも咲く一輪の友の花、寄せては返す波跡に忘れがたみの花びら残し、いつか再び咲かせてみせよう。オーカマウェイ。ワンちゃん、残
残す言葉はあるか。本もおかま畑でまた会おう。